中村家の快適岡山生活始まるよ。岡山市とスタートアップが一緒になって行政課題と社会課題を解決する取り組みがあるんだって。スタートアップって何？新しい技術やアイデアで社会に新しい価値を提供する企業のことらしいよ。それって私たちの生活とどう関わりがあるの？調べてくるよ。岡山市とスタートアップが共同して市民生活向上に取り組んでいます。ガブテックチャレンジ岡山とはどういった取り組みなんでしょうか？岡山市とスタートアップが共同して行政課題や社会課題の解決に取り組むことでスタートアップの成長と岡山市の課題解決を目指しています。どんなメリットがあるんでしょうか？岡山市はスタートアップの持つ最先端の技術や斬新なアイデアを取り入れることができます。スタートアップは実際に市の事業の中で実証実験を行うことでより良い製品作りやサービス向上につなげることができます。具体的には今年度はご覧の5つのテーマで社会実証を行っています。例えば障害福祉課では障害者の就労支援を行っていますが、仕事を受注する側と依頼する側の間でマッチングが難しいという課題がありました。そこで両者を取り持つウェブサイトを開設し、受注側と依頼側をつなぐ新たなシステムを作っています。スタートアップと共同で開発しているんですね。はい、作成したウェブサイトは実際に市内の事業所や企業等にモニターとなっていただき、使いやすさや満足度などを調査する予定です。結果を分析し本格導入について検討していきます。過去に行った実証実験の結果はどのようなものがありますか？昨年度では環境事業課の河川等のゴミ問題、川に流れたゴミが溜まってしまうホットスポットは市内に200カ所以上あるとされています。これを把握するのにこれまでは人が直接現地を調査していましたが、 AI 画像解析により衛星画像や航空写真からホットスポットを検出できるツールを開発しました。地図上で分かるのはすごいですね。ゴミが溜まっている場所が分かれば回収などの対応も効率化されます。実は中村さんが以前体験したフレイル健康チェックもこの事業から生まれたんですよ。 AI アバターとの対話形式で健康状態を調べられるんですよね。あれは簡単便利で楽しくチェックできました。これらの取り組みは岡山市スタートアップ、そして市民の皆さんの生活が向上する三方よしの事業です。ご期待ください。岡山市とスタートアップが一緒に取り組んでるっていうのが新しいね。岡山市の生活どんどん便利になっていくね。実証実験にかかる費用の一部を岡山市が負担、事業の実効性を高めています。